ネイサン・ブラウンはアメリカ合衆国の宣教師、聖書翻訳者、言語学者、奴隷制度廃止運動家。ビルマ、アッサムに宣教師として派遣され、アッサム古新約聖書を完成。また、米国バプテスト宣教師同盟の宣教師として来日し、和訳新約聖書全巻を日本で最初に出版した。ブラウン家はメイフラワー号の5年後、1625年にアメリカに移住した新教徒の末裔であった。ネイサン・ブラウンは1807年にニューハンプシャー州ニューイプスウィッチに父ネイサンと母、ベッチー・ゴールドスミスの次男三女の長男として生まれた。一家はネイサン誕生の翌年1808年にバーモント州ホワティングハイムの高原に入植した。一家でその地のバプテスト教会に属した。ブラウンは農閑期に隣の町にラテン語と代数を学びに通った。1822年に15歳で神学を目指し、マサチューセッツ州ハリファックスの改宗派の牧師の学牧になり、1824年9月にウィリアムズタウンにあるウィリアムズ大学の2年に編入を許された。ブラウン在学中に宣教師の志を得て、1827年9月に首席で卒業した。ブラウンは同級生のジェームス・バラードがバーモント州ベニントンに建てた中東人学校の副校長に招かれた。そしてバラードの妹のエリザ・ホイットニー・バラードと1830年5月6日に結婚した。1830年暮れにブランドンの宗教誌バーモントテレグラフの編集者に招かれて教師から編集者に転身した。その時、ビルマのバプテスト宣教師アドニラム・ジャドソンから宣教師像派遣の要請文が届いた。ブラウンはそれがきっかけで宣教師の証明を受けて応募者になり、米国バプテスト海外伝道総協議会に献身を申し入れて受諾された。1832年にボストンのニュートン人学校における半年の訓練を受けて、8月15日にバーモント州ルトランド教会で安守礼を受けてエリザと共にビルマ宣教師に任命された。1832年12月22日ボストン港を出て1833年5月4日にカルカッタに到着して英国バプテスト宣教師ピアスの出迎えを受けた。1833年6月16日からビルマの東部モールメインでジャドソンたちと共に伝道を行い、賛美歌などをビルマ語に翻訳した。その後、インドのアッサムに派遣され、1836年3月にサディアに到着。1855年2月13日までアッサムで伝道し、アッサム語訳新約聖書を完成し出版した。アメリカに帰国した後、アメリカバプテスト自由伝道協会の機関紙、アメリカンバプテストの編集者となり、また奴隷解放運動に参画。その後、日本宣教師に任命され、1873年2月7日に、ジョナサン・ゴーブルと共に横浜に到着して、2月24日に、キリシタン禁制の考察が撤廃された次の日曜日、1873年3月2日に、日本で第2番目のプロテスタント教会である、横浜第一バプテスト教会を設立した。1873年9月のヘイボーン診療所、礼拝堂で開かれた第1回在日宣教師会議において、共同訳聖書の聖書翻訳員社中が結成された。1874年3月の活動開始の際に、サミュエル・ロビンス・ブラウンは、ネイサン・ブラウンを聖書翻訳員社中に招いた。その後、1876年1月に翻訳員社中から離れ、独自に、新約聖書の翻訳を進め、1880年4月に日本で最初の全訳新約聖書、志むなりくせむしともを完成出版した。1886年に横浜で死去し、やまての横浜外国人墓地に葬られた。ありがとうございます。